それでは多田が表題の文献紹介いたします。まんまでバイオメディカルのタスクで疑似データの、あのデータ拡張が有効なのかっていうのを見た論文になります。でこれは去年のバイオ NLP の ACL のワークショップの論文になります。この論文では、今触れたんですけど、バイオメディカルの領域でのデータ拡張をやっていきまして、この領域での、NLP の、システムの開発とかの、主要な、問題というか障害は、データへのアクセシビリティとこの論文ではしています。で、疑似データ生成方法を提案して、それを使ってどうなるかっていうところです。で、試すタスクはテキスト分類と、時間を踏まえた、イベントの時間をで見た時の関係性ですねの、タスクで実験します。で、結果としては、ニューラルネットワークの手法、データより使う手法でも、精度向上の可能性が見えたよねっていう感じです。で、疑似データのみをトレーニングデータに使っても、実験しています。で今触れたんですけど、データ不足っていうのは、深刻な問題というか障害だよねっていうのがあります。で、疑似データ拡張、疑似データによるデータセットの拡張っていうのはこの領域でも注目されていると筆者らはしていて、で、ただ、先行研究は20トーク以下での取り組みが多いよねとしています。で、医療テキストを対象としてこういうことをやったっていうほとんど試みっていうのはほとんどないっていう状況があります。で、この面では、元々あるデータセットから、キーフレーズを抽出してきて、それで疑似データを作ってあげようっていうような取り組みをしています。で、そうですね、先ほども言った感じです、疑似データのみを使って、実験というのもしています。で、あとちょっと見栄え悪くてすいません、疑似データの作る流れというのはこんな感じで、文書から段落ごとに、キーフレーズを、これ段落ごとじゃないですね、段落ごとに見て文ごとにキーフレーズを出してくることをします。で、文レベルで、そのキーフレーズを使ってあげあを、文生成モデルに入力してあげて、疑似、データというか、疑似文を生成するという形になります。で、今回は、ジェネレーション、文生成のモデルに、先行研究、すいません、これ引用してないんですけど、先行研究の、モデル、トランスフォーマーベースのモデルを使っています。で、作った疑似データを使って、並び評価として、ルージとブルー見てあげるっていうのと、先ほど触れた、テキストの分類問題、2つの分類問題なんですけど、1個は病気とか、どんな症状かっていうのを見てやる分類問題と、あとイベントの、時間関係を見て、どういう関係にあるかっていうのを見てあげる、分類問題で、実験します。で、外部評価、2つのタスクで実験するって言ったんですけど、これで、データを変えるときに3つの通りで実験します。で、1つが、右からなんですけどオリジナルデータのみで、真ん中が、普通によくあるオリジナルデータ と、作ったデータを使ってあげる実験ですね。で、一番左が、生成モデルが良くないデータを生成した場合を想定して、アップサンプリングし、オリジナルデータをアップサンプリングしてあげて、2回使ってあげるような、ものも、実験しています。で、外部評価の2つ目として、生成データのみで実験してあげるっていうものです。で、これは、これもマクロシキュージョンタスクでやります。で、使うデータなんですけど、これ MIMIC3 のデータベースからの、デンカルとかそんな感じです。で、 ICU の、患者さん5万人分の匿名化された臨床データ、ちょっといろいろテキスト内容としては、含まれるみたいなんですけど、
で今回はタイムサマリーを使っていきます。で、その中からランダムで126人分の記録っていうのを、選定してあげて、まあ、開発データにしてあげるっていうします。で、まあ、5ワード未満の長さの分は削除とかそういうのをしています。で1個目の病気がどうかっていう、こう症状で見る分類タスクなんですけど、まあ、ここにある通りな感じで、まあ、1600件の単位サマリー使っていきます。で患者さんが、病気を患っているか、発症するリスクがあるかっていうのを判断するタスクっていうことで、データセットには、まあ、13、まあ、ちょっとこれ、翻訳がいいか、いい表現か翻訳かわかんないですけど、まあ、表現型、あれですね、クラスがあります。で、まあ、テスト 20% で開発 10% で 70% の、データを、疑似データを使わないモデルの、トレーニングと、まあ、疑似データ、を生成するときの、生成したモデルの、テストに使うとされてました。で、ちょっと疑似データに振られているこの短い名前が、ちょっとややこしいので、まあはい、ややこしいのでちょっと注意です。で2つ目のタスクなんですけど、これは元々あるシェアドタスクを、使ってやっていくって感じです。で、まあ、このデータセットの、まあ、190文章あるんですけど、まあ、10% をテスト開発 と、あと残りを、まあ、さっきと同じように、まあ、トレーニング疑似データ使わないモデルのトレーニングと、まあ、疑似データのテストに使ってあげるっていう感じです。でテストデータは、元々のこのタスクのテストデータ使ってあげるっていう感じです。で、まあ、どんタスクかっていうと、まあ、イベントだったり、まあ、時間表現ってあるんですけど、まあ、時間表現か、時間表現っていうのと、まあ、あとは時間的関係っていうのがあって、でこの3つとかいろいろあるんですけど、この、今回の実験では、2つの、イベントが同時に起きたか否かっていう2つの、ものを解いていきます。でこの、今2つデータセットを上げたタスクを上げたんですけど、でこれからはまあ実験の設定というか、そういう感じです。で、まず分生成で、まあ、先ほど触れたようにまあ、トランスフォーマー、ベースのモデル使ってあげて、分析しますと。で、抽出されたキーフレーズを用いて、を入力にしてあげて生成します。はい。で各文から抽出されたキーフレーズは、まあまあ、統計情報はこんな感じです。で、まあ、これが、上の文が、まあ、オリジナルで下、生成文で下の文が、オリジナル文という感じで、はい。で、まあ、この1行目と3行目がいい例で、2行目と4行目が悪い例みたいです。はい。まあ、これの評価は後で人手とかでしています。で、まあ、実験に使うモデルなんですけど、まあ、さっき言った、病気はどうかっていうやつは、まあ、その病気があるかないかの日問題とか日問題で、解いていきます。なのでこっちもバイナリークラシケーションタスクです。で、モデルとしては、ニューラル系とニューラルじゃない系ないようなものを使いたいということで、まあ、CNN とナイブベースの、分類器ですね。で、さっき言ってたイベントが同時に起きているか否かみたいなのを見るタスクだと、タスクはこの2つですね。まあ、さっきと同じナイブベースの分類器と、あとはバイアルCM を使います。で、ちょっとここまで前置きなかったんですけど、まず、内部評価で、見ていきます。で、ルージュとブルーっていうのはこんな感じになっています。で、まあ、
これだとだけだとまあまあ傾向は違うけど、まあ2つの分比べてるんで、まあこんな感じっていう感じで、でまあ人手でもまあ一応確認しましょうということで、人手で確認したところ、まあまあモデルほとんどの分はまあキーフレーズ抽出したと思うんですけど、主な意味っていうのは主な意味です。あの文の主軸の意味は合っててっていうか保持してて、で、まあ、詳細な部分、まあ、精通してるんで、まあ、それはそうかなって感じなんですけど、詳細な部分は変わってたと。で、理解できないっていう部分はあまりなかったよっていうことで、いいんじゃないっていう感じでした。で、これ、まあ、さっきの例ですね。で、それで、あれですね。で、この2と4の、悪い例っていうのはあんまり見られなかったよっていうようなこと。が白は述べてました。で、これが、さっきの、 あの病気の方のクラシック基準タスクで、でやっぱりあの、まあ、特によりデータが必要な CNN モデルで、まあ、精度ちゃんと向上してるよっていうところが報告されてました。はい。で、すみません、ここちょっと違うんですけど、さっきのあの、イベントが同時に起きているか否かっていう分類の問題と、このような結果になっていて、ここでもやっぱりあの入力系のモデルで、まあ、技術データ使ってあげて、まあまあ、ちゃんとオリジナルを使ったものだけよりも、精度向上が確認できたよっていうことを報告していました。で、まあ、ディスカッションとして、人での、分類から生成されたテキストでは、まあまあ、人手で見たと思うんですけど、まあ、その、目を通した感じだと、まあ、ほとんどの意味が保持、まあ、ちゃんと意味が保持していて、まあ、あの分生成もちゃんとできているというような、ことが、まず確認できました。で、まあ、疑似データを使用した結果っていうのは、まあ、ちゃんと、実際のデータのみを使用した結果と、まあ、同等だったり、まあ、向上も見られたっていう感じです。で、最初に触れたんですけど、まあ、この研究っていうのは、まあ、長い、しかも、まあ、臨床ドメインのタスク、テキストの生成をするっていう、取り組みをしていて、まあ、この分野だと、まあ、最初の研究かなっていうところが触れられてました。で、ただ、疑似データっていうのを他のタスクに使用する場合は、臨床的な妥当性っていうのをちゃんと評価しなきゃいけない、そういった分析をちゃんとしなきゃいけない、まあ、専門家にちゃんとレビューもらうとか、そういった取り組みがやっぱこのドメインでは必要だよねとしていました。で、また、まあ、今回、生成モデル一種類だったんですけど、まあ、あの他のアプローチも必要かなっていうことが述べられてました。で、コンクルージョンです。で、この論文では、まあ、臨床ドメインで、まあ、疑似データ作ってあげてデータ拡張しましたっていう論文です。で、まあ、ちゃんと、生成、まあ、テキスト分類と、まあまあ、両方、バイナリークラシフィケーションなんですけど、まあまあ、データ拡張してあげて、まあ、精度向上したよっていうところが報告されていました。で、まあ、よりデータが必要な、まあ、ニューラルネットワーク系の手法でちゃんと、精度向上、疑似データで精度向上できるよね、このドメインでもっていうのを確認したような形になります。で、疑似データのみをトレーニングデータに用いて、それも、まあ、まあ有用だよねっていうところを確認しました。ちょっとこれは若干説明省いてますけど、こういったことがありました。で、まあ、データのアクセシビリティ、まあ、最初に障害だよねとか、まあ、ちょっと大きいモデル使うのに大変だよねとかいう話をしてたんですけど、まあ、このあたりからまあアプローチしていくのは、まあ、まず最初の一歩としていいんじゃないみたいな報告はされていました。以上で報告紹介終わります。